天体情報をお伝えします。今日は満月ストロベリームーンということですが、現在の関東の空の様子見ていくと、青空も若干見えますが、上空雲はやはりありますね。水蒸気量も多いことがわかります。今は大きな厚みもなくって、太陽もこの雲を越しに見ることができています。日差しも届いている、そんな天気ですが、関東もだんだんと天気下り坂です。それでは今後の天気の移り変わり確認していきましょう。西から雨のエリアが拡大していきます。夜遅い時間には西、東日本の広い範囲で雨が降っておりますね。またさらに雨エリア拡大していき、深夜には東北地方南部まで拡大していきそうです。また北海道もですね、別の前線の影響で雲の多い一日です。では今日の天体見えるかなマップ見ていきましょう。今日は関東も東部ほど、そして新潟県の東部、北海道南部エリアまではチャンスありということです。また南西諸島、梅雨明けの発表ありましたが、バッチリ見えるということですので、ぜひ見えるエリアの方はですね、ストロベリームーン見上げてみてはいかがでしょうか。気になる天体情報はお天気アプリウェザーニュースの星空チャンネルからもご確認いただけます。